実践クラウドセキュリティと題しまして、Google クラウドの内間が発表いたします。はい。こちらがですね、本日のアジェンダとなっております。まず最初にクラウドランを運用する前に知っておきたいことというところで、クラウドランの基本的なですね、えっと、アクセス制御だったりセキュリティのですね、機能についてのお話をさせていただきます。で、その後、 各ですねユーザーアクセスだったり、サービス間通信というようなユースケースに応じてどういう設定が必要かというようなところをお話しさせていただきたいと思っております。ではまず、クラウドランを運用する前に知っておきたいこととしまして、まずクラウドランとは何かというところなんですけれども、クラウドランはフルマネージドなコンテナ実行環境となっております。いわゆるサーバーレスと呼ばれるようなプロダクトです。 特徴としましては、高速なデプロイをサポートしています。えっと、特にですね、まあ、ステートレスなコンテナを使っておりまして、高速に0から n にスケールするといったところがですね、特徴の一つになっております。また、数秒でデプロイが完了しまして、URL も付与した状況、状態となりますので、まあ、すぐにサービスが公開できるというのもですね、特徴の一つかと思います。また、サーバーレスといったところで、あの管理するサーバーがなくて、 コードに集中できるというのもですね、ポイントとなっております。また、高いポータビリティということで K、K ネ t i ィ e の API の互換性を持っておりますというのは、こういったものがですね、クラウドランの特徴となっております。で、Google Cloud における責任共有モデルというところで、こちらの図をですね、見られたことがあるですね方、多いのかなと思うんですけれども、 インフラ面のセキュリティに関しましては、Google の責任範囲になるというところですね。特にあの、ハードウェアの部分とかに関しましては、Google が責任を持ってですね、例えばセキュリティパッチを当てたりですとか、はい、運用しております。で、一方、サーバレスのプロダクトにおきましても、えっと、基本的な IaaS と違ってですね、例えば OS のレイヤーの部分だったりっていうのは、お客様側で運用必要ないんですけれども、えー 一部そのアクセスのコントロールでしたり、アプリケーション自体のセキュリティっていうのは利用者側の責任範囲になるといったところがポイントになってきております。なので、例えばもそのセキュリティの観点で考えますと、利用者においてもですね、こういうアクセスコントロールの部分でしたり、アプリケーションですね、コンテナ自体のセキュリティといったところは、考慮すべきポイントになっております。 で本日はこちらのですねポイントについて、どういったことがで,すねできるかといったところをクラウドランの観点でお話しさせていただきたいと思います。もし、こういうアクセスのコントロールでしたり、コンテナのセキュリティというところを特に考えずに、デフォルトの構成とかでデプロイしてしまうと、 例えば、あの、もともと内部向けに開発されていたサービスを意図せず外部に公開してしまったりですとか、例えばその脆弱性のあるコンテナをデプロイしてしまったり、あとですね、あの、認証機構へセキュリティ機能を追加したは良いんですけれども、それをバイパスされてしまうような道をですね、残してしまったりですとか。で、あとそのクラウドランに強い権限を持たせてしまって、他のクラウドラン でじゃないですね。他の Google クラウドのリソースを誤って操作してしまうというような、そういう可能性が出てきております。はい。えー、なのでですね、えー、と本番の運用の前に、クラウドランの基本的な仕様でしたり、この周辺サービスについて知っておくというのが必要になってきます。でまず、クラウドランの基本的なアクセス制御の機能としまして、えー、こちらですね4、4種類ご紹介させてください。 まず一つ目が、えっと、I am によるアクセス制御というところで、これは、あの、誰がクラウドランサービスにアクセスできるかというところを制御する機能となっております。また、続いてですね、サービス個別のサービスアカウントというところで、各クラウドランサービスが何にアクセスできるかというところを制御します。で、その他ですね、イングレスやイグレスの設定というのを設定していただくことによって、どの経路でクラウドランサービスにアクセスさせるか、 またはですね、どの経路でクラウドランから他にアクセスさせるかというようなところをコントロールすることができます。まず1つ目ですね、IAM によるアクセス制御なんですけれども、クラウドランではこの IAM の制御をサポートしております。リクエストが来たときに、このリクエストがちゃんとですね、例えば必要なロール、クラウドランでいうとランドットインボーカーと呼ばれるロールが付与されたものかどうかというのをチェックするような。 機構っていうのがデフォルトで備わっておりますここはです、ね、あの認証の設定の中で、例えば認証が必要というのを設定していただくと、この l i n e ウォーカーが設定されたユーザーのみのアクセスを許可するような設定にできます。逆に不特定多数にです、ね、公開したい場合であれば、この未認証の呼び出しを許可という選択肢もございます。はい で続いてですね、サービス個別のサービスアカウントというところで、クラウドランのサービス単位でサービスアカウントを設定することができます。こちらはですね、他の Google クラウドへのサービスのアクセス制御で活用することができます。はい、でデフォルトではですね、コンピュートエンジンのデフォルトサービスアカウントが設定されているんですけれども、はい、必要に応じてこちらはですね、個別のサービスアカウントを作っていただくということが可能になっているというものでございます。 で続いては、イングレス設定ですね。これが、あの、クラウドランのサービスに対するアクセスを制御するというオプションになっておりまして、3つですね、3種類選ぶことができます。1つ目が、すべてのトラフィックを許可するというものでして、これは、クラウドランに直接ですね、アクセスできるような場合のオプションになってまして、2つ目が、内部トラフィックのみを許可するというオプションです。 これは少しですね厳しいオプションなんですけれども、同一プロジェクトの中の VPC の中のリソース、もしくはですねイベントワークや PubSub ブブワークフローズがですね同じプロジェクト内にいると、これが内部として扱われます。あとはロードバランサなんですけれども、インターナル HTTP ロードバランシングですね、内部の LB に関しても内部トラフィックとして扱われます。 はい、であとはちょっと後半で出てきますけれども、VPC サービスコントロールズを使われている場合は、その境界内のリソースもです、ね、内部トラフィックとして扱われます、はいであの。あとは最後のオプションとしては、内部トラフィックとクラウドロードバランシングからのトラフィックを許可するというオプションもございまして、これは先ほどお伝えしたです、ね、内部トラフィックの定義プラス、えっと、エクスターナル HTTP ロードバランシング、外部ロードバランサー。 こちらからのトラフィックを許可するというのはオプションになっております、はいで。あとはですね、イグレスの設定ということで、これはあの宛先の IP アドレスの種別に応じまして、クラウドランから送取トラフィックの経路を制御する機能になってます。はい、でこれもオプション2つありまして、えっと、1つがプライベート IP アドレスのレンジの宛先のみ VPC コネクタを経由するというオプションと、 でもう1つがすべてのトラフィックを VPC コネクタ経由で通すというところなので、VPC をすべて通すようなですねえ形式になります。このあたりもですねコントロールが可能になっております。本セッションなんですけれども、全体的にはですねこちらに書いているようなさまざまなあのクラウドランとその,他のですのサービスを組み合わせた例というのをご紹介していきたいと思います、は。い そこでですね、えっと、主に観点としては3つに分けてまして、1つがユーザーアクセスの制御の部分、あともう1つがサービス間の通信の観点と、あとはワークロード自体のですね、えっと、セキュリティといったところで、3つの観点に分けてお話をさせていただきたいと思います。はい。では、まず最初にユーザーアクセスの制御なんですけれども、 このユーザーアクセスっていうのはですね、誰がアクセスしてくるか、どこからアクセスしてくるかに応じまして、このネットワーク経路でしたり、サービスのアクセス権限を絞ることによって、攻撃の機会をそもそもですね、少なくすることができます。はい。そういった意味でのセキュリティにですね、なっております。例えば外部ユーザーであれば、主にインターネット経由でアクセスしてくると思います。 で一方です、ね、社内のユーザー、内部ユーザーに関しましては、インターネット経由からでも来ますし、もしくは専用線だったり、VPN といったようなです、ね、プライベートな経路を使ってくる可能性もございます。はい、でこのあたりをです、ねえっと、各ケースで考えていきたいと思います。 まず、外部ユーザーからのアクセスに関しましては、特にそのエンドユーザー向けに公開しているサービスの場合はですね、インターネットを通じて不特定多数のアクセスが発生します。その中には悪意のあるユーザーからのですね、アクセスも出てくる可能性がございます。 で、クラウドランに関しましては、実はですね、あの、クラウドアーマーと呼ばれる弊社のセキュリティの機能をですね、インテグレーションすることが可能になっておりまして、こちらを使うことによって、エッジでのセキュリティ保護が可能になっております。はい。で、クラウドアーマーはですね、 このまあ、いろいろと機能はあるんですけれども、例えば DDoS の攻撃からのです、ね、保護をしてくれたりですとか、あとはトラフィックの許可、ブロックっていうのを、例えば IP アドレスレンジで指定したりですとか、地域,で地域ベースで,です、ね、指定したりが可能です。また、いわゆる和布のです、ね、機能を持ってまして、アプリケーションレイヤーでの攻撃の防御というものもです、ね、こちらでかけることができるというものでございます。 で、あの、外部ユーザーからにアクセスに対してですね、クラウドアーマーを使って、せっかく制御したものに対してもですね、もしそのデフォルトの構成で全てのトラフィックを許可するという設定のままになっていると、こちらのですね、クラウドアーマーの 設定をバイパスして、クラウドランに直接アクセスされてしまうような可能性が出てきてしまいます。でここを防ぐためには、このイングレスの設定ですね、これをあの内部トラフィックとクラウドロードバランシングからのトラフィックを強化するに設定していただくと、このバイパスされる経路を防ぐことが可能となります。はい、で次がです、ね、内部ユーザーからのアクセスですね。 特にその社内システムのように利用者が限定されるようなシステムの場合は、アイデンティティアウェアプロシーと呼ばれる認証認可の仕組みを組み,こと組み込むことによってですね、安全にサービスを公開することができます。またですね、オフィスだったりデータセンターのようなからですね、インターコネクト、VPN を用いたアクセスが可能の場合は、例えばインターナル HTTP ロードバランシング、もしくはですね、あの、 プライベートサービスコネクトと呼ばれるようなサービスを使って、プライベートな経路でのアクセスを実現することができます。はい、で、アイデンティティアウェアプロシーというのはです、ね、アプリケーションに手を加えることなく、認証認可の仕組みのレイヤーを提供してくれるようなサービスとなっております。 でクラウドランではです、ね、今、プレビューのステータスにはなるんですけれども、サーバレスネグを使って、クラウドロードバランサーと組みわせることによって、こちらの IAP をです、ね、利用することができます。はいでえー、と一方ですね、まあ、プライベートな経路でアクセスする場合なんですけれども、えー、と主な選択肢としては2つございます。えー、1つ目が、インターナル HTTP ロードバランシングを使う経路になりますね。うん はい、でポイントとしては、あのインターナル LB を使うと、カスタムのドメインですね、LB 側の VIP に合わせた形でドメイン、カスタムドメインを設定していただくと、カスタムドメインが利用できますと。で、えっと、こちらに対して、例えばです、ね、単一 URL に複数のサービス、例えば GKE でしたり、クラウドランを後ろにです、ね、ぶら下げるといった形も可能となっておりますので、こういったご要件がある場合は、あのこちら、お使いいただけるかなと思います。 で一方ですね、プライベートサービスコネクトに関しましては、例えばデフォルトのランドットアップのですね、ドメインを利用可能な環境であれば、こちらを使って、このランドットアップのドメインを特定のですね、プライベート IP のエンドポイントに置き換えてあげることがですね、この PSC を使うとできますので、こちらの経路を使って、クラウドにアクセスさせることができれば、はい、あの、こちらでですね、シンプルに進むことができますというところでございます。 はい、であとは、ねまあ、LB を使う場合の全般の話になるんですけれども、はい、LB を経由させたもののも、ね、結局、トラフィックとしてはあの直接アクセスが可能になっている場合は、まあ、そこがですねあのポイントになってしまう、攻撃のポイントになってしまう可能性もございますので、まあ、あのインターネット経由でのアクセスが不要な場合は、イングレス設定をこの内部トラフィックのみに。 許可してあげますと基本的にですね外部からのユーザーっていうのはアクセスできないんで、この LB、インターナル LB でしたり、PSC を使ったアクセスのみを許可するというようなことが可能になります。続いてはサービス間通信の制御になります。サービス間の通信としましては、このクラウドランド の通信の相手になるですね種類によって、検討ポイントっていうのは変わってきますので、ここもですね、ケースに応じてお話を進めていければと思います。まず、大きくですね、Google Cloud のサービスと通信するかといった観点と、あとはその他の環境ですね、例えばオンプレミスでしたり、サードパーティーのサービスとの通信が発生するかというような観点で考えていきたいと思います。 まずは、他の Google クラウドサービスとの通信というところになりますが、クラウドランサービスに設定するサービスアカウントによって、他の Google クラウドサービスへのアクセス制御というのを実現することができます。で、デフォルトのサービスアカウントは、コンピュートエンジンのですね、 あのサービスアカウントなんですけれども、強い権限を持ってしまっておりますので、サービス単位で,ですねこの最小権限が付与されたサービスアカウントを作って、このですねセキュリティの欄で,ですね設定していただくというのを推奨しております、は。い でまた VPC 内のリソースと通信する場合なんですけれどもはいこちらについてはあの経路の制御という意味で,ですねこのサーバレス VPC アクセスコネクターというものを使うことで実現が可能となっておりますはいでサーバレス VPC アクセスコネクター共有 VPC へのサポートをしてましてまあそれによって VPC 内に,にいる例えばコンピュートエンジンですね あとメモリストア、こういったですねリソースがプライベート IP で公開されている場合に、こういう経路がご利用いただけるようになりますと。あとはクラウドランドのサービス間の通信なんですけれども、例えばですねフロントエンドとバックエンドで分かれているようなケースで考えると、このフロントエンドのほうはですね認証なしでアクセスしても大丈夫ですと、不特定多数のですねユーザーを相手にしているようなサービスになります。 で一方ですね、バックエンドに関しては、あの、なるべく呼び出し元を制限したようなケースっていうのもですね、よくあるかなと思います。その際は、サービスの作成時に認証が必要というですね、オプションを設定していただきますと、そうするとですね、えっと、バックエンドのサービスとしては、呼び出し側のサービスにこのランインボーカーがですね、付与されたもの,でし,ものしかですね、許可しなくできますので、 はい例えば直接アクセスさせたりといったところを、認証認可のレイヤーでもですね防ぐことができるようになります。一方で、ちょっと1点注意点としまして、クラウドランドのサービス間通信なんですけれども、もしあの通信先のですねえクラウドランドのサービスで、イングレスが内部トラフィックのみ。 えっとイングレスインターナルっていうですね、こういう設定されている場合は、VPC を一旦通すような形で,ですねアクセスする必要がございますので、ちょっとここだけご注意いただければと思います。あとは続いてが、Google クラウドではないんですけれども、サードパーティーサービスとの通信のケースです。サードパーティーサービス側で IP アドレスベースのアクセス制御を行っているようなケースが ある場合ですね、クラウドランから送信するトラフィックのアドレスを固定する必要っていうのが出てきます。その場合は、イグレスの設定におきまして、すべてのトラフィックを VPC コネクタ経由でルーティングするっていう設定をですね、選択していただくと。でなおかつですね、このクラウドランからのイグレスをすべ、えー、てクラウドナット経由させるっていうのは構成にしていただきますと、クラウドランからその他社サービスに行くときにクラウドナットを通っていきますので、まあ イグレス、IP、トラフィックのですね IP アドレスの固定化というのがこちらで実現が可能となります。逆にですねサードパーティーサービスからアクセスが入る場合もあると思います。そういった場合は、ワークロードアイデンティティフェデレーションという機能を使っていただくと、このですねサービスアカウントのキーをダウンロードせずに、この他社サービスから認証付きのアクセスというのは可能になります。 考えられるケースとしては、例えば IaaS ですね、他社の IaaS のリソースから、例えばクラウドランに対してですねサービス間通信をする場合でしたり、あとは CI、CD のですねサービスからクラウドランをデプロイする際に必要なロールっていうのは、こちらですね、サービスアカウントと紐付けて、ロールを与えるというようなケースが考えられます。 でワークロードアイデンティティフェデレーションは、プロバイダーとしては、AWS、Azure AD、OIDC 互換、s a m l 互換ですね、のプロバイダーを対応、サポートしております。はい。で、続いてがワークロードの保護のケースになります。 はい。えっと、クラウドラン自体はですね、コンテナをベースとしたアプリケーションのプラットフォームになりますので、あの、コンテナアプリケーション自体のセキュリティというところも考えていかないといけませんと。はい。で、ここでですね、まあ、一例としてセキュアなソフトウェアサプライチェーンのですね、例を書いておりますけれども、ポイントとしては、あの、信頼されたベースイメージを使うという部分と、あとは、まあ、CIC でパイプラインだったりですね、あの、レジストリー側の 機能において、イメージの脆弱性スキャンを使って、ちゃんと問題があるようなイメージがですねないかどうかというチェックを行うと。で、さらにですね、アドバンスドな考え方としましては、この脆弱性チェックがちゃんと通ったものだったりですとか、ちゃんとリポジトリとして、許可されたリポジトリからしかですね、デプロイしないというような、そういうバイナリの、バイナリ認可。 バイナリーオーソライゼーションの機能を使って、安全なイメージのみデプロイできるというような構成を組むことが可能となっております。まず、ここのあたりを一つ一つお話ししていくんですけれども、まず Google 提供のベースイメージというのがですねございまして、これは定期的な脆弱スキャンがですね実行されており、またの最新のセキュリティパッチが自動的に適用された ベースイメージというのをですね弊社が提供しております。利用可能な OS ディストリビューションとしては、こちらに書いているようなですね種類の対応しているんですけれども、それ以外にもこのディストロレスと呼ばれるような軽量なイメージもですねえー Google のほうでメンテナンスをしてまあ公開しております。 まあ例えば、実際に実行、コンテナのアプリケーションを乗るまあ最終的なイメージとしまして、このディストロレスのイメージを使っていただきますと、かなり軽量なイメージとなりますので、セキュリティの観点でいうと、この攻撃対象の領域自体をですねかなり小さくすることができますということなので、セキュリティの観点からこういうですねまあ軽量イメージを使っていただくというのも推奨しております。 で、またのコンテナの、えっと、脆弱性スキャンの機能ですね。こちらもですね、Google Cloud として持っておりまして、えこれはですね、あの CV のデータを取得しまして、このコンテナイメージの脆弱性をですね、判定してくれるというものになっております。で、自動的にリポジトリにイメージがプッシュされたときでしたり、もしくはそのオンデマンドのタイミングで脆弱性スキャンをするというような機能をサポートしております。 でこちらはですね、OS のパッケージだけでなくて、オンデマンドであれば、例えば Go だったり Java といったようなですね、パッケージもスキャン対象になっております。はい。で、続いてがバイナリーオーソライゼーションの機能になります。で、これがその信頼できるコンテナイメージのみがクラウドラ l a n にデプロイされることを保証してくれる機能となっておりまして、えっと、クラウドラン以外だと GKE だったりアンソースクラスターでもですね、ご利用可能となります。 でどういうことができるかといいますと、例えばそのイメージに対して認証者が指定した証明書、これがです、ね、あの存在するかどうかっていうのをチェックをしてくれたりですとか、あとはイメージのパスがです、ね、許可リストに入っているかどうかっていうのをチェックした上えで、まあ、入ってたらデプロイを許可するっていうような、そういう制御が可能になっております。バイイナリーオソラゼションにはですねその ポリシーっていうのを設定していただくんですけれども、まずデフォルトのルールっていうのがありまして、そこですべてのイメージを許可するか、すべてのイメージを禁止するか、もしくはです、ね、その証明書を要求するかっていう3つのオプションがございます。はい、あのこちらを設定した上で、さらにこのルールを除外する、まあ、例外的な対象を設定するっていうのが合わせてできます。はい で、これを組み合わせるとですね、例えば、あの、一例としまして、許可されたリポジトリ上のイメージのみですね、デプロイを許可しますというようなケースが、あの、こういった組むことができます。これは、あの、バイナリーオーソライゼーションを使う際に、あの、一番、おそらくですね、取っかかりやすいようなケースだと思うんですけれども、デフォルトのイメージとしては、すべてのイメージを禁止しまして、えー、除外対象としましては、 一部ですね、オーソライズドレポジトリとありますけれども、認証したリポジトリのみをこちらで許可します。そうすることによってですね、例えばこのバイナリーオーソライゼーションが、ポリシーが設定されたクラウドランに関しては、ここのですね、除外対象に入っているリポジトリからのプルは OK ですと。なんですけれども、それ以外の、例えばですね、あの、ま、他の全然関係ないプロジェクトにあるような、 コンテナのイメージっていうのは、直接ですね、実行ができないというような制御をすることができますま。これによって、そうですね、自社で管理してないようなイメージの実行っていうのを防ぐことができますので、の脆弱なイメージをですね、なるべくえ実行させないというところにも貢献するかなというところでございます、は。い であとは、脆弱性スキャンが実行されたイメージのみをですね、デプロイするっていうようなことも可能になってます。これはそのデフォルトのルールとして証明書を要求っていうのを設定していただきまして、例えば CI-CD のパイプラインの中で、脆弱性スキャンのですね、 を行ってなおかつ、そのイメージにです、ね、証明書をつけるといたところをです、ね、やっていただくと、この証明書がついたイメージかどうかというのをクラウドランのデプロイジに検証してくれますので、これによって脆弱性スキャンは通ったものなのか、そうでないのかというようなです、ね、印がありますので、これによってデプロイの可否というのをコントロールするというような使い方になります。 はい。あそのワークロードっていうことで、あの、アプリケーションですね、に関してえ、例えばその機密情報、パスワードみたいなですね、機密情報をアプリケーションのコードの中に直接書くってのですね、あの、リスクがあると思うんですけれども、例えばそういったところを、シークレットマネージャーというですね、弊社のサービスを使って、機密情報を管理することによって、まあ、よりセキュアな形で、こういった機密情報を保護することができます。 このシークレットは、クラウドランとしては、ボリュームとしてマウントするか、もしくは環境変数としてです、ね、設定することが可能となっておりますで。シークレットに対するアクセス制限は、えー、IAM によってです、ね、制御できますというものでございます。 で、ここまでですね、えっと、各ユースケースに応じて、えっと、どういう設定をするとですね、より、あの、厳密なアクセスコントロールでしたり、ま、コンテナのセキュリティのですね、担保が取れるかというようなお話をさせていただきました。で、そら、さらにですね、より厳密に制御するオプションというのもございます、うん。え例えば VPC サービスコントロールズをですね、このクラウドランの境界内に含めていただくと、 例えばその悪意のある内部関係者でしたり、感染コードによりまして、データを、ですね例えばペリメータのないのクラウドストレージのデータを引っ張って、ほ他に例えばですね送ってしまうような形で、データを持ち出してしまったりですとか、することを防ぎたり、あと、その盗まれた認証情報を使って、例えばクラウドランのですね新しいサービスをデプロイしたり、更新したりというのはそういうような。 アクセス制御をですね、できないようにすると。こういうようなリスクを低減するということが可能になります。はい。その他ですと、組織ポリシーによる強制っていうのも可能になりまして、組織ポリシーを設定することによって、クラウドランの中のですね、イングレス設定と、あとはイングレス設定、あとはですね、あの、バイナリーオーサライゼーションの有効化っていうのを強制させることができます。 でこの組織ポリシーは、あの組織って名前にはなるんですけど、組織ノードだけではなくて、特定のフォルダでしたり、まあ、特定のプロジェクトに対しても設定ができます。はい。で、またですね、あのタグを利用してサービス単位で、あのより細かいポリシー制御っていうのも可能になっております。はい、で、この利用例としてはですね、例えば、あの本番環境のサービスでは、えーまあ 認証されていないですね、リポジトリからですね、コンテナのイメージをプルするっていうことをさせたくないというようなケースであれば、このバイナリーオーソライゼーションの有効化を必須にするっていうですね、組織ポリシーをプロダクションのフォルダにかけてあげると、その配下にあるプロジェクト全体でですね、このルールが適用されます。はい。まこれによってそういったあの、バイナリーオーソライゼーションみたいなですね、セキュリティの設定を強制するっていうことができます。 また利用例の2つとしては、特定のタグが付いているサービスにおきましては、クラウドランサービスへの直接ダイレクトアクセスを許可しないというような設定もですね、できるかなと思います。その場合は、例えばですね、あの、ま、プロダクションのフォルダに、こういうアローイングレスアロードイングレスという設定で、内部、もしくは内部と クラウドロードバランシングというようなオプションを設定していただくと、まあ、直接アクセスっていうです、ねえー、経路を防ぐことができます。でさらに、コンディションの中で、まあ、特定のタグをです、ね、設定してあげると、このタグがついているもののみ、この制約がです、ね、適用されるということができますと。はい。 なんでまああのこういったところですね、ああコンディションのタグなくてもいいと思うんですけれども、もしよりあの細かく制御したい場合は、こういう制御もできますという例になっております。ではまとめです。ユーザーアクセスに関しましては、のこのアクセスの特性に応じて、ネットワーク経路やサービスへのアクセス権限を絞るということで、そもそもの攻撃機会を少なくすることができます。 はいでそこからですね要件に応じてですけれども、例えばクラウドアーマーを使ってアプリケーションのですね、保護をしたりですとか、あとは社内向けの場合は IAP を使って認証認可の仕組みを入れるというですねものでしたり、あとは内部からプライベートにアクセスする場合は PSC だったり、内部ロードバランサーの機能を使うことで実現ができますと、は。い あと結構大事なところですけど、クラウドランのサービスの前にロードバランスを配置する場合だったり、そもそもインターネットからのアクセスが不要な場合っていうのは、このイングレス設定をちゃんと設定していただくことで、ダイレクトアクセスを防ぐというのを推奨しております。はい。で、あとサービス間通信のまとめとしてはですね、基本的にはサービス単位で最小権限,限のサービスアカウントを作っていただきたいというものとなってます。はい。 あと、クラウドのサービスの通信においてもですね、匿名アクセスを防いで、IM により認可というのは有効できますので、こちらも必要に応じて設定をお願いします。あとは、えっと、Google クラウド外部からですね、アクセスする際も、ワークロードアイデンティティフェデレーションを使うことによって、サービスアカウントのキーのダウンロードがなしでですね、認証付きアクセスも可能になっております。 でワークロードセキュリティとしては、Google 提供のベースイメージなど、信頼できるリポジトリで公開されているベースイメージを利用することで、セキュリティリスクを抑えることができます。攻撃対象の領域を小さくするためにですね、ディストロレスなど、軽量なベースイメージを利用することを検討してくださいと。あとは、コンテナアナリシスを使って、定期的なイメージ脆弱スキャンを実行したりですとか、 バイナリーオーソライゼーションを使って信頼できるコンテナイメージのみのデプロイをですね、保証するという部分。あとアプリケーションで扱う機密データというのは、シークレットマネージャーを使ったりしてですね、セキュアに管理することをお勧めしております。はい。で、あとはその、さらにですね、より厳密に 制御するためには VPC サービスコントロールでしたり、組織ポリシーを使って設定の強制だったりですね、ガードレールを敷くということですね、可能となっております。最後にですねサーバレスは簡単にサービスを公開できるという反面ですね、使用を知らずに運用していると思わぬセキュリティ的なですねリスクが発生する可能性がございます。 でクラウドランはですね、セキュリティ関連の機能でしたり、またその周辺サービスとのインテグレーションが充実しておりますので、このエンタープライズに求められるような柔軟な制御というのも可能になってきています。でクラウドランを上手に使ってですね、この開発生産性とセキュリティを両立させていきましょうということで、はい、えー、私の発表を終わります。えっと、はい。 ちょっとセッションとはですね直接関係ないところになりますけれども、弊社ですねテックアクセラレーションプログラムというですねアプリケーション開発の加速化をですねご支援するまあプ,リプリセールスのプログラムをですねしておりますので、ちょっとご紹介です。その他ですねその内製化支援のパートナーさんといったところで,で,すねこちらでリストアップもしておりますので、ご興味ある方はこちらに記載の URL までお願いします。 はい、えー、こちらで私のセッションは以上となります。ご清聴いただきありがとうございました。内間さんありがとうございました。ありがとうございました。したそれではですね、Q&A に入っていきたいと思います。あの、はい、Q&A に入る前にですね、あのまあクラウドランのセッションということで、あのクラウドランってどれぐらい使ってるのかなって思いまして、うん、あのこちらからあの途中で質問させていただきました。 内さんこの結果はどうでしょう <laughs> あでもあの、クラウドラン、まだ使ってない方も多いではあるんですけど、はい、あの使われていて、すごくありがたいなと思ってますそうですよね、77名の36%ですから、ああのもしあのまだ回答されてない方は、ですねあの、うん、回答していただければと、ね、<laughs> 増えてきましたけども。ししかしたらその、はい、今回のセッションが ある程度、クラウドランを知ってる前提のお話になってたので、使われてない方、ちょっと増えましたね。使われてない方からすると、少しあの小難しい話があったかもしれないんですけど、今後使っていく上で、えー、ちょっと考えていただきたいというポイントにはなってましたので、はい、何か参考になればなと思っております。大体、はいはい、6, 6対4ぐらいですね。ここすなん増えました。うん、4。 ありがとうございます。クラウドラン利用していただきまして、ありがとうございます。えー、じゃあですね、あの質問にちょっと戻りたいと思います。はい。えーまあ、今回のような話がまとまった、クラウドランのセキュリティガイドラインのようなガイドブックはありますかという質問をいただいています。 はいそうですねあの、クラウドランの書籍だったりガイドブックっていうのがあまりまだあの多くはないんですけれども、はい、一応確かですね、オライリーから、えっとうん、クラウドランの本が出てまして、もしかしたらそこに書いてるかもしれないんですけど、ちょっと今、あの今回のセッションでお話ししたものは割と最新の機能も入ってたりするので、ちょっとそこまで含めると、うん、なかなか。 なないいかもしれないですあの、うん、ちなみに、このセッション資料自体はあの後ほど公開するので、そういった意味で何か参考にしていただければなと。この資料が、えー、セキュリティガイドブックになると。<laughs> いや<ー> <laughs> ちょっとハードル高いすよ <laughs> ですよね、はい <laughs> まああの。なんか、はい、足しになればっていう感じですね。 コンテナのセキュリティというタイトルで、確かおらりからから、ね、出てたと思いますけど、コンテナ一般的のセキュリティだったら、そちらも参考になるのかなとかってあそうですね、コンテナ一般のセキュリティですと、はい、あの一般的にあの出ている書籍がたくさんありますので、そのあたりの知識ももちろんあの活用できると思いますので、合わせてお読みいただいてもよいかなと思います。はいはい、ありがとうございます、えー、OSS のラライブリリリやアプリケーションレベルでセキュリティ OSS のライバラあ,あ、そうですね。あの、ちょうど、これ、君さんとかって、これ、なんか、URL 送ったらああ、見せられます。見せられそう、はい例えば、こういうものですとか、はい、あと1個。1> よいしょ。すいません、2つ送ったんですけど。はい 1一つ目が、ハッシュワード OSS、オープンソースソフトウェアというサービスがあの今後あの使えるようになるという話なんですけれども、こちらが OSS をあの Google の方で例えば定期的にスキャンしたりとか分析したような内容で、はい、まあ問題ないというようなものをですね、あのアーティファクトレジストリ経由で配布しますみたいなものがあるので、はいはい、例えばオープンソースレイヤーのセキュリティという意味ですと、はい、えっと今後こういった サービスをご活用いただくことができるのではないかなとな。これ、巷で噂になってたやつですね。そうですね。あのやっ,ぱり巷ってどこっていうのはありますて。た、そうですね。あの結構、地味に便利なのではないかといったところで。はい。はい、ありがとうございます。で、あとはいあ、そうですね。でもう一つは、オープンソースインサイツっていうプロジェクトがありまして、はい、これもあのオープンソースに関する、例えば脆弱性の,あの情報でしたり、はい あとまあ依存関係の可視化だったり、そういったところの脆弱性の情報っていうのがあの見れるものがありますて、うん、Google Cloud があのまあメンテナンスをしていたりしますと、はい。で、ここを見ていただくのも、オープンソースの脆弱性の確認といった観点で、一つ良いかなと思ってます。なるほど。でちなみにこれがあのビッグクエリのデータセットとしてもあの使えるようになっているので、ここもですね、ご活用いただければなと。 というところですもちろんそうですね、ちょっとあのじっくり読みたいですよね。はい、はい。ありがとうございます。えー、っと、そうですね、あのこちらの URL は、えー、ツイッターか、もしくはなな何かであの、ちょっとあ。そうですね、はい。ちょっと後ほど、共有させていただきます。次のの質問です、えー、社内専用の ガスアップスクリプトアプリのバックエンドをクラウドランで構築したい場合、どのような構成をお勧めしますか ?IAP 保護されたクラウドランをガスから利用することができますかそうですね、ガス、はい、すみません、あんまりガスに詳しくなくてですね、はい、なるんですけれども、まあ、IAP で保護されたクラウドランをガスから利用できますかっていうところに関しては、はい、確か IAP 自体はサービスアカウントの認証もサポートしていたかなと。うん 思ってますすみません、はい、ちょっと曖昧ですけれども。で、プラスガスの方もサービスアカウントをし使えたような気がするで、うん、<laughs> あので、このあたり組み合わせができれば、うんうん、そういう構成はできるのかなというところで、うん、はい。ちょっと歯切れ悪いですけれども。もし,かしあのため、えー、時間に余裕があればですね、試してブログとかであの情報を公開していただけると。<laughs> はい、いいかななんて思ったりもしますけれども、はいえー、次の質問ですね、えー、コンテナのベースイメージに問題が見つかった場合クラ,ウドネイティブクラウドネイティブビルドパックスを利用していれば自動でコンテナのイメージのアップデートは行われるのでしょうか。 はいそうですねあの、こちらについては、えっと、ビルドパックス、グーグルクラウドがです、ねえっと、提供している方のビルドパックスにおきまして、はいえっと、定期的にこのセキュリティの脆弱性スキャンを行っているような、まあ、ベースイメージをあの利用する形になるので、はい、そうですね、おっしゃるとおり、まあ、あの脆弱性のスキャンを、まあ、されたようなあのイメージっていうものと、あとはの自動パッチ適用もです、ね、サポートされておりますので、はい、ある程度セキュアなあのイメージっていう形になるのかなと思います。 ありがとうございますシスディグを社内では利用しているのですが、クラウドランと連携はできますか はいそうですね、シスディグさんの製品に関しては、おそらくできるものとできないものがあるかなと思ってまして、はい、例えばあの、ランタイムのセキュリティですね、振、はい、る舞い検知みたいなあの、そういうパターンであれば、うん、ちょっとクラウドランはまだサポートされてなかったはずです。ちょっとシスディグさんのサイトとか見ると、クラウドランーアンソスっていう、また別の GK 上で動くもののサポートはあったんですけど、はいはい、今回お話ししたフルマネージド版はまだだったかなと思います。 なんですけど、あの一方その、例えばコンテナーのイメージのスキャンみたいなあの、はい、そういう機能に関しては、えー、変わらずです、ね、あの使えるものになるので、うん、そういったものに関してはあの、えーと、インテグレーションというかあの、併用ができるものかなとは思っておりますありがとうございます。えー、次の質問ですね、えー、脆弱性スキャン系でなく、修正のリレコメンドなどできますかという質問をいただいてますそうです。 っていうのがあれですかね一旦一応、その脆弱性スキャンをした結果、うん、どういうあの脆弱性だったりの情報がまあ含まれてますっていう情報はもらえるので、こ、うん、こから、はい、あの対応していただくという形になるかなと、はい、思っております。分かりました。ありがとうございます。はい、あれ、君さん、止まりました 僕だけですすすかか君さん聞こえてまままりしたいせ次の質問ですね、これ、ざっくりとクラウドランバーサス g k e、はい、どちらが料金的にはお得なんでしょうか、動かすアプリケーションの特性にもよると思いますかという質問をいただいてますけど、これはいかがでしょうか。 そうです、ね、あのアプリケーション特性にもよるかなと思いますけ <laughs> クラウドラン自体があの、そうですね、今、例えばデフォルトあのサービスなんですかね、あのリクエストを来たときに課金するようなあの形式のものと、はい、うんあとは、えっと、基本的に CPU、えー On CPU みたいなです、ね、あの課金体系とかあるんですけれども、例えばそのリクエストによる課金といった形になるとです、ねえー、もちろんそのリクエストが少ない場合だったり、スモールスタートっていう観点でいうと、クラウドランのほうがおそらくお安くなる可能性高いかなと思います。 で一方、GQ ていうのは、はい、濃度、はい、単位になるので、あのまあリクエストは来てるか来てないかっていうの、はい、その濃度の大きさだったり、どれくらい動いてるかっていう課金になるので、あた、はい、りは、まんびというか、ですねあの、はい、料金の特性だったり、まあ、アプリケーションの特性によって。うんうん こ、はい、ここは変わってくるととろかなと、ね、そうですね、まあ、あの料金も、ね、あのあの非常に重要だと思いますけれども、どちらかというと、アプリケーションの特性で決めるのがいいかななんて思ったりもしますけどね、あのうの,あのよ,りさんよりさんのセッションで、えー、クラウドランと GK、どういうのが向いてますよみたいな話もあったと思うんですけどもあの、もちろん料金も <laughs> 重要だと思いますが。はい はい、えー、最後の質問ですね、えー、社内に独自の認証認可システムが存在している場合、IAP と連携することは可能でしょうか。はい、そうですね、IAP 自体が外部 ID との連携っていうのがあのできるようになっているので、ちょっとここがあのもし、えっと、要件に合ってればあの、こちらでサポートできるのかなと思います。かりましたはい IAP とアイデンティティプラットフォームを組み合わせて、あの他のです、ね、認証プロバイダーだって、YDC、まあ、だって、サムル。 のプロバイダーに対しての連携ができますのでもしかしたらこの辺りがお役に立つのかなと思いますありがとうございますそれではですね、あの時間になりましたので QA はこちらで終了したいと思います内間さんありがとうございますありがとうございました